はやきゲームズです。バージョン 4.4 で超レア武器のアンテス剣が追加されましたので、今までのも含めて全2箇所の入手方法を紹介します。 NPC からもらえる1本だけしかデイワットに存在していなかったのですが、今回新たに宝箱から取れるようになっています。元素熟知が141と高く、鉄砲の刺しやサイフォスと比べて24低いだけですので、それらがない場合に使えます。雷関連の元素反応を起こすと攻撃力が 20% 上がりますが、1つすると 25% に変わります。バージョン 4.4 追加分は世界任務どんどんパフパフ王山への旅を進める必要がありますので、まだの方は概要欄のリンクからご覧ください。バージョン 4.4 追加分を紹介します。霊毛山の地下にあるワープポイントにワープをしていきます。到着したらまっすぐ北西方向に進んでいき、円形の部分の中央に向かっていきます。中央まで来たら左を向いて南方向を見上げると、火がついている場所がありますので、そこまで登っていきます。上まで来ると宝箱もあり、それを開けるとアンテス剣を入手することができます。次はリーウェイ校に向かっていきます。これまでにもあった NPC からもらえる1箇所を紹介します。リーウェイ校の南ワープポイントにワープをしていきます。ワープポイントに到着したら右を向いて南東方向に進むと怪盗鎮さんがいますので、話しかけていきます。選択肢が出たら上から2番目の魚は売れてるを選びます。その後の会話が終わるとアンテス剣を入手することができます。次はいつ入手できるか分かりませんので、ロックをしておくのがおすすめです。武器のところからアンテス剣を選んで鍵マークを選ぶと装備をロックすることができます。ロックを忘れていつの間にかなくなったっていう人が今までも多かったので、忘れずにロックをしておいてください。以上となります。この動画が良かったらチャンネル登録、高評価をお願いします。ライブ配信、TikTok、Twitch、X、ブログ、コエラボも見ていただけると嬉しいです。